みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。まあ、毎年恒例のクリスマスソングを弾こうじゃねえかみたいな、なんかそういう企画でございまして、まあ、今年はウィンター・ワンダーランドというウィンターソング、クリスマスソングを、まあ、弾くわけでございますよ。まあ、弾いたわけでございますよ。それを皆さんが楽しんだら、おお、そうだ、楽しんだ。で、その後にこのベースの解説をこの動画の中でさせていただこうかなと思いますので、まあ、ベースパートをコピーしようかなと思っている方は、ちょっくら参考にしていただけると嬉しいなという感じです。では、基本のビートの。まあ、こんなリズムのパターンじゃないですか。これの音化という言い方をするんですけれども、音の価値と書いて音化。音の長さとかに気をつけられるとすごく良いかなと思います。極端に悪くやると。まあ、こんな感じでも別にいいんですけれども、最初のこの、ね、ちょっと締まりのある吸気感みたいなのを出すために、2拍目で音を切ると。ワン、ツ、ワン、ツ。1234123412341234という感じで切るとノリが良くなってくるかなと思います。で、その切るときに普通にこうパチッとやってしまってもいいですし、普通に触るだけで音を止める感じでもいいですし、まあ、この辺はお好きにやってみていただければという感じです。で、それからしばらくは別にそんな難しいことはなくて、その音化だけ気をつけていただいて弾いて。問題はこの後のベースパターンですか。ギターソロ入ってからのパターン。いきなりロックンロールな進行になります。楽譜だとその5フレットで書いてあるんですけれども、まあ、5フレットを使う場合は小指で運指しないと間に合わないかなと思います。0からスタートして、薬指、人差し指、薬指、小指と。もしこれが手が小さくてきついとか、そのストレッチが効かなくてきついという場合でしたら、0、4、2、4の後に余弦の開放とかで。代用する感じでもいいかなと思います。5弦からのパターンもこんな感じで開放弦を使って弾いていくと、まあ、こんな感じでちょっとお湯を効かせながらやりやすいパターンを見つけてみてくださいませ。でもその後に A フラットに、キーが変わるんですけども、ここはちょっと逃げられないです。もう普通に中指からスタートして。こんな感じで運指しないとちょっと厳しいかなという感じです。あまりにも難しくてできないぜという方は、まあ、普通にルートだけでもいいでしょう。まあ、そんな感じです。気をつけるところとしては、その B セクションのところのなんつうんでしょう、そのストレッチとかそういう運指のパターンって感じですね。で、それが終わると、またメロディーになるんですが、まあ、そこからまた同じような感じです。とりあえずそんなところでしょうか。結構まあ手短な感じですけれども、まあ、説明したいところとしては以上な感じです。音の長さに気をつけるということと、まあ、運指に気をつける。で、難しければ開放弦とか使って代用したりとか、もしくはそのルートだけ弾くとかして、代用するという感じです。まあ、逆にベースをたくさん弾ける方でしたら、まあ、いろいろとこう、ね、うにうにしてみても面白いかなと思います。普通に最初も1、3、5、1、3、5だけじゃなくて。なんてやったりとか。
やったりとかね。まあ、普通にこの8ビートのロックンロールパターンでもまあいろんなパターンがあるので、そういうのを知っている方は、まあ、そういうのにチャレンジしてみて、アレンジしてみようかもしれないかなという感じでございます。よろしくお願いし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 ます。では、そんな感じで、ナイスクリスマスという感じでよろしくお願いいたします。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。ナイスクリスマス？メリークリスマス。それでは、さようなら。ははははは。